バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイ、まあいつもにまして声がカピカピという感じでございますけれども、隣にはねうちののっちゃんが伺っておりますよ。のんちゃんとようこママとラブラブイチャイチャお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。まあですね、子育てを始めましてね、はい、もう16年近く経ちますが、こんなにちっちゃい子がいると、風邪をもらってみたりお腹を壊してみたりね、大変だったのかなとね、まあ、思い返しますが、まあ、人ってねとことんハッピーにできているなと、私の脳内細胞ハッピーだなって思うことがねいっぱいあります。そんな子育てでございます。何が言いたいかというとですね、例えばね、ああ大変だったなとか、ああこれ反省せないかな、ああで心配だなっていうのは皆さん絶対ありますよね。自分がステップアップするときに、人ってこう逃げ道を探してみたり、誰かのせいにしてみたり、そしてもう一つ、私の素晴らしい特技、寝たら忘れる。あ、そうですね、のんちゃん、そうなの、寝たら忘れる母ちゃんでございますそう、まあね、そのなんていうの、自分の特技でね結構ね救われておりますが、でもね、とはいえ気になることであったり、そして他の人を心配したりとかね、自分じゃどうにもできないこととかもやっぱりありますよね。まあ、そんな時やっぱりのんちゃんの笑顔を見たり、のんちゃんと一緒にいると、はあ、なんて平和なんだと、なんてこんなに心がね力しかみなぎらない、うん、まあ、そういうね私のねお母さん細胞、すごい平和なね道を教えてくれるわけです。まあ、そんなこんなでね、最近、今主人のイッシーとですね一緒に新曲をダッシュで制作しております。でね、その制作をしている理由もね、5月、まあ、母の日に向けたイベントがございまして、また詳細はねお知らせしたいと思うんですけれども、まあ、そういう時にね、この私のハッピー細胞といいますか勝手に細胞に名前をつけるなと、こういう名前があるぞと怒られそうですけれどもね、まあ、とにかく私にとってはねなくてはならないそういう物質物が助けてくれて歌詞に反映されそうでございます。皆様、メッセージやリクエストを大募集しています。私はいつもいつもおねだりしておりますが、そういう皆様とのねコミュニケーション、ラジオだけではございません。先日はね、久しぶりにハーレー・ダビッドソンさんのね愛好家さんたちのミーティング、うん、あのキャンプっていう感じですね、そちらにね参加させていただきました。で、あのその時にね、私はまとまることはできなかったんですけれども、歌う機会をいただきまして、まあ皆さんすっごく優しくて、すっごくあったかくて陽気でね、もうねめちゃくちゃ盛り上がってくださったんですけれども、何よりも私高音部分がね全く声が出ず、バッサリとねどうしようということに当日なりました。まあね、それでもね今度5月3日阿蘇であるねそのミーティングの時にねまた歌う機会をいただけたご縁もありますし、まあね嬉しいですね。ということで、冒頭ちょっと長くなってしまいましたが、ここで1曲お届けしたいと思います。ハーレー・ダビッドソン鹿児島さんとようこをつないでくださいました。そして、このミュージックビデオ、ようこのオフィシャル YouTube にアップしておりますが、撮影日が1週間雨の影響でずれたんですけれどもね、きっと音楽の神様が桜が満開の時に撮影しなさいって言ってくれたんだなっていうから、めちゃくちゃ桜島溶岩グランドでもう桜咲き乱れているタイミングでございました。ぜひそちらもチェックしてくださいね。ではようこでフリーダム。
を切って新しい道を行く」「体ひとつ感じるままに進め」「スタートなんて遠い」両手握り力強く走り抜く」「ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて」「右手を回しスピード」街に待っている仲間と前に広がる果てしない空後ろに過ぎる時を忘れて。お聴きいただきました曲は陽子でフリーダムでした。まあさ、この間ね、そう、高い声がねスパッと出てなかったので低い声で歌いましたよ。だけどね、いざという時は高い声も出ちゃうんですね。まあそういうね、たまに、まあ、2年に1回ぐらいかな、やっぱりこういきなりスパッとね、っていうことはあります。その度皆様に、可愛がっていただいております。神様ありがとうでございます。まあね、生きてるとね、まさかがありますねみたいなね、こう結婚式の祝辞なんかお偉い方がね使う祝辞じゃないですけれどもね、本当まさかってあるなぁと、いっぱい坂はね人生にあるなぁとね思いますよね。まあさ、なんていうか、私最近こう歌詞を書くときにね、必要な、視点であったりとか気持ちであったりとか、いろんなことを柔軟にね取り入れてみたいとか、考え方、同じことが起きても、まあ起きたことに意味があるんだって言って考えるのも大事ですけれども、ああこうなってしまった、こうやって乗り切ろうってした先に、意外とこうやって乗り切ったから出会えたこと、こうやって乗り切ったからできたことっていうね、成果があるというかですね。私めちゃくちゃね、こう見えて、いやこう聞こえてこう聞こえてよ、真面目な人間でございましたね。今不真面目かと言ったら、いやそんなことはないんです。すごく真面目気質なのでね、例えば仕事の時にね、こうしようと思ってたのにこうなったっていう時は、まあこうさ、責め立てはしないけれども、なんでこうなったんだってね、過去の自分やったり、周りのことだったりとかね問い詰めますね、うん、で、まあ、その真面目さがあだとなり、例えばねクリエイティブなところにつながらないっていうのがもったいないなとはやっぱり思うんですよ。なので真面目であるところは真面目でも、やっぱり真面目であってもちょっと落ち度があったり、迷惑かけたなっていうことももちろんいっぱい今までありますし、で何よりもね、作る上ではちょっとね柔軟性がないとね、同じこともね歌詞書くときも表現できないじゃないですかね。なので、やっぱりこう人を傷つけない、そして、何か意味を持つような意味をなさない言葉を選ぶとかね、いろいろ歌詞を書くときは考えますね。まあ今日はねちょっとね、いろいろと最近の思い出話をね綴れたらな、このバニラスカイでってね思うんですけれども、まあ思い出話といえばですよ、娘がね、長女のシノンがね高校生になりました。で私たちもやっぱり5時台には起きるんですよ。でイッシーさんはね61歳になりましたね、皆さんのおかげで。でヨコは36歳に先日なりましたね。そうするとイッシーさんの早起きがね、できるというか年齢に伴った早起きがねすごくね家庭をね助けてくれるわけですよ。
でね、石井さん今まで5時台に起きて寝れないって言ってもごめんなさい、私は寝ますよ、朝ごはんは待ってねみたいな若さがあったんですけれども、やっぱり高校1年生ね、もう朝早くさこう準備をして、まあみんなね部活してね、夜は遅いでしょうし、まあ、そういう子たちをねいっぱい見ますよね、全国でね高校生頑張ってるなと。で私もとにかく平日は子供優先で、かといって仕事もせないかんと、そうなった時ですよ、やっぱり早起きをしてくれる年齢のね石井さん、めちゃくちゃ感謝なわけですよ。でね、起きないとってね何回も朝言わせてると思ってるんですけれどもね、まあ起きるタイミングはそれを1回しか聞いてないっていう思うわけじゃないですか。まあ自分勝手ですよね。だって何回言ってもらっても起きてないってことはさまあそういうことですよね。起きたらその1回がちゃんと自分の記憶には残るとでね思ったんですよ。私はお母さんだから子供をね、起きなさい起きなさいって言って、嫌だ起きたくないとか、もううるさいって言われても、いや起こさないといけない立場だと。だけど蓋を開けると何回も旦那さんに起きなさい起きなさいって起きなさいっていうか、時間じゃない大丈夫、いやね私めちゃくちゃ朝機嫌悪い方だと思うのでね、自慢ですが自慢ですがね。で娘もね朝ね機嫌いいんですよ。で主人も朝機嫌いいの、まあねすごいなと。私はね朝からハッピーな人って本当人生を豊かにしてるなって思ってね、まあここ最近の気づきでございます。沖縄さめちゃくちゃいい朝日が見れるでしょ、ね、海の方で、ああ今日も生きるねパワーをもらったってね、素晴らしい目覚めをされてると思うんですよ。私も今月ね沖縄に行って、ひふみさんと一緒にそういういろんなねこうパワースポットを聞いたりとかで、いろんな方にお会いしてパワーをいただいて帰ろうと思ってたけど叶わなかったからこそ、来月以降5月以降ねぜひ朝からパワーをいただくハッピーガールって言っていい、ハッピーガールでいいかな、ハッピーガールになれるように、はい、修行に行きたいなと思っております。最近、まあ、やっぱりねこう結構ね寝る時間がもう削られて、まあ、そのせいでね声がねいきなりパッツリ出なくなっちゃったんですけどね、まあ、とはいえねもうライフスタイルになれるしか体もないから、36歳、自分の体に鞭を打って、お母さん頑張るしかないと思っているんですけれどもね、まあ、とにかくね朝起き一つまで、あおはよう今日もいい天気だねじゃないけど、おはよう起きないかんねっていう、その頑張って起きようかっていう、その朝一でその言葉が出るってなんてで、そう人間力が高いんだろうなと最近ね、まあ、尊敬でリスペクトですよ、リスペクト、私もそこを目指そうかなと思っております。まあ、とにかくねこんな歌詞を含めたね、子供たちへのね楽曲作っていきたいなと思っておりますが、私も、今のところ一番歌っていない、人前で歌う機会がなかなかないけれども、多くの人に聴いていただきたい、新曲でございます。 KKB 鹿児島放送さんと鹿屋体育大学の登山の先生方とのプロジェクト X ハイクの楽曲ハピネス、お聴きください。
きいただきました曲は陽子でハピネスでした。皆さんね、ぜひ KKB 鹿児島放送と検索いただきますとハピネスを使った登山のね、前のもう注意喚起の体操ですね、きちんとこれで柔軟して体力を日々つけて登山無事に登って下山してくださいねというね、素晴らしい体操というかダンスですねございますので、ぜひそちらもチェックされてください。お願いいたします。まあね、日常を続いて最近起きたことを今夜はお話ししております。まあさ、私的にはね、子供たちの笑顔、子供たちの笑顔って言ってますが、何より自分ちの子供の笑顔を守らななと思いますよね。でやっぱりこう、私も女性ですのでね、1ヶ月よ、女性は大変なのよ。1ヶ月に4回顔が変わるっていうね、経営者の方がよくね言われますよね、男性とかね。そうだからこそ、まあ、血の巡りの問題ですよね。だからもうそれを分かってあげてると、やっぱりね、こう女性社員さんに寄り添ってあげれるから、僕たちはきちんとケアをしたいと思ってるんだよね、女性は大変だねっておっしゃられる。まさにそうだと思いますよ。そして私なんか歌うんで、体が楽器なのでね、喉の調子にも影響してきます。うん、まあなので、やっぱりまあ寝ることが一番ですし、で食べても食べても私最近太れないんですよ。ほんと授乳は終わりましたが、まあ痩せていく。でめちゃくちゃご飯食べます。皆さんが思ってる以上に、まあ、普通にね、1回の食事で2膳はご飯食べてるんじゃないかなぐらいね、もりもり食べてるんですよ。まあそうしますと、ちょっと余談ですけれどもね、うち、まあ同業者でね、主人とおりますよね。基本朝昼晩ご飯を一緒に食べるじゃないですか知らんわなまあ食べるんですよね。そうすると、まあ、よくご飯作るのがね、結構ストレス発散といいますか、癒しになりますので、まあ、何かあるものであってもちゃちゃっとね、よしと思って、でまあそうした時にね、朝、まあ、2合炊きます。3人分、まあ、赤ちゃんもちょこっと食べますけどね。で夜も2合炊いて、でお昼も下手したら2合炊く、まあ、そんなもんなの皆さん。まあ3人家族で1日4合から6合炊く。めっちゃうちお米減り早いんですよまあ以前ね、私が観光 PR 大使を務めさせていただいております垂水市のお米は粒が大きくてすっごくね美味しいの、甘いしね。だけどですよ、あの鹿児島市内とか、まあ、他の市外でね、垂水市外で買うことができないっていうか、手に入らないなって思ったのは、やっぱり皆さん美味しいから、市民の方々がもう食べてなくなっちゃうわけで、だからお水がね、やっぱり美味しいとね、それを育った作物であったり、あとやっぱり牛さん豚さん牛さん、 牛さん豚さん鳥さんね、そうもうやっぱりね、うどってらっしゃいますしね。そう、まあ、とにかく垂水市美味しいんですよ。まあ、で鹿児島もね、トータル的にね、食べ物全部美味しいんですけれども、まあとにかくね、そんな感じでね、私もご飯を作るときに、で、まあ、最近はお菓子を作ったりする機会が増えましてね。そうそう、あ、明後日はですね、熊本の球磨村の、まあ、震災のね、被害を受けていらっしゃって、今もやっぱり復興支援が必要な場所でございます。でそちらにね、じゃんけんマンファミリーがあのまたこうイベントで盛り上げるということでね、で明後日は私も初めて参加できるんですけれども、まあよくパフェをね、ミニパフェを、まあ、担当しておりまして、そうでね、私もね、こうアウトドア大好きなので大きなクーラーボックスがありましてね、うん、でアイスクリームをどうやって持ってったら溶けないでいくか、よしって言ってね、あとミニパフェ、まあ、スポンジ作ったりケーキを作ろうかなとかね、いろいろもうワクワクしております。なのでね、まあそういうのもね、 SNS でね発信していかないかんのですけれども、まあなかなかちょっと撮影しても発信するための編集が追っつかなかったりとか、まあ、いろいろしておりますが、まあ、ぼちぼちね、はい、皆さんに、こんなのどう？楽しかったよみたいな報告していけたらなと思っております。で、まあ、とにかくね、鹿児島に住んでますと、まあ、そういうご飯を作るにも、お菓子を作るにも、もうすべて美味しい、楽しいっていうのがね、つながる場所なんですよ。
だからね、そういうなんかこう鹿児島にもっともっと遊びに来てくださいっていうね、誘致することにねお手伝いできたらなっていうことも考えておりましてね。で今度5月13日にね、母の日イベントをセンテラス天文館さんでね行うことになっております。まあ、そちらの情報もね結構もうめちゃくちゃ結構じゃないめちゃくちゃ楽しい。だって当日グランドピアノがね会場に入るんですよ。よくもねご一緒させていただく予定なんですけれども、まあとにかく取り急ぎ沖縄からも遊びにいらしていただきたい。5月13日朝10時から夕方5時までの予定でございます。母の日イベント開催いたします。場所はセンテラス天文館です。そして4月26日は陽子、今回ね南という天文館にあります創作料理のところでまたね陽子が今度は貸し切って若潮酒造株式会社さん、もう志布志を代表する酒造会社さんですね、地元の酒造会社さんなんですけれども、若潮酒造の焼酎と陽子の豚をライブを楽しむ会みたいなね会を行います。4月26日19時から場所は手もかにあります南でございます。ぜひぜひ遊びにいらしてください。もうちょっとご予約は受け付けられそうです。そしてそして今日もいっぱい喋ってしまいました。皆さんのことがね、好きでございますからね、はい、受け止めてください。ありがとうございます。今夜皆さんに最後の曲ずっとお聴きいただいております。キス&ハグ、陽子の YouTube でもねアップしてますのでね、ぜひぜひキスハグで、鹿児島の魅力も見ていただけたら嬉しいです。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。最後の最後に陽子と一志、なんと地元志布志で行われますお釈迦祭りにて仏殿結婚式と人力車に乗るパレードに参列いたします。イエイ。この放送の後に SNS で告知いたしますが、よこたち、皆さんの前に結婚しました、私たち仲良しですみたいな感じでね、人力車になって皆様に祝福していただけるチャンスをいただきました。そして私のじいちゃんが抽選会に行ってくれたら、なんと引き当てた人前結婚式、まあ結婚式付きでございます。そしてそしてその日メインイベント17時ぐらいを予定しております。お祭り最後にようこはアコースティックライブを行います。この詳細また来週お届けしますので、ぜひ SNS もチェックしてください。それではそれでは皆さん、1週間もめちゃくちゃハッピーでお過ごしくださいね。この後のひふみずバーも楽しんじゃってください。ひふみさん今夜もよろしくお願いいたします。それではせーの、バイバイハッピー。